Thank you.
gracias. レッツリアイ、半年ぶりのワンマンライブです。みんな今日はサビなんかどうもありがとう、来てくれてありがとう。ちょっとね、雨ちらほら降ってきましたけど、多分帰るまでには雨も上がって、今日はいい夜だった、最高の夜だったって、言ってもらえるように、おっさんたち頑張ってあと1時間、2時間、3時間ぐらい頑張るぜお前はい、最後まで楽しんでください。よろしく。Thank you.
今一番最初に聴いてもらった Five Fingers、
そして今やった、ラストのナイトアンドで、まあ、あと1曲どうでやるかちょっと楽しみにしてどうでやるか言いませんけどもであとはまあ次回にねそういうまたアルバムができてくるのかどうかおー2 2曲入り減っちゃうで、最後まで待って大体ね、あの前回 の8月の打ち上げをやろうって言って結局流れてまだやれてないんで、ね、本当だね、8月の時にいろいろなんかみんなバタバタしてたんで打ち上げもできるそこで本当は次回のねいろいろ制作に当たってただね、今回でもそうは言いつつもいろいろウォーター的にも動きはあったんですよ。なんかね、あれですよ、テレビとかね、CM ですよ、久しぶり。初めてじゃないですか。うん、DHC 見ました。ありがとうございます。加納美香さんの方ですか。本当はね、012033の906っていうの歌ったバージョンもあったんですけど、なかなかそれは見られなかったですね。普通にこう歌ったバージョンはたくさん流れて、また最近ちょっとなんかゴールデンタイムでちらほら流れてたりとか、YouTube でも見られるんですごい、ね、バンドの時には成し遂げなかったことやってるの。本当ですか。すごい。いやでも、あ、違うか。ほら、2人でね、ニッチも。ああ、それね、昔の話なんですけど、映るんです、CM とかもやったりとか、昔もね、あと何でしたっけ、なんか、昔やった、ある、ないか、CM、前回のライブの時ね、実は DHC の話、もうしたくてしょうがなかったんだけどね、まだあまりね、そう、その時はまだストップかかってたんで、いなかったんだけど、ちょうど前のライブの頃にレコーディングしてたんでね、でね、最初見た方は DHC のアスタキサンチンっていう化粧品のコマーシャルなんだけど、赤いコマーシャルでね、で最初に曲を作ったわけ。それが日本語で作ってて、作詞は大塚理恵ちゃんっていう方に僕の仲良しのアーティストにお願いしたんだけど、日本語で作って録音したんだけど、いろいろ事情が変わってナレーションがべったり入ることになって、それベタナレっていうんだけど、15秒間ひたすらナレーションが入りまくる、ベタナレになってしまうので、日本語だとぶつかっちゃうから、英語にしてくれって話になって、リリーちゃんに英語を書いてもらったんだけど、そしたらね、大丈夫かね、英語と思ってさ。で、クライアントからも、英語が得意な方で歌っていただいたのもよろしいんじゃないでしょうか。エンドマさんって方はもう英語とか大丈夫なんでしょうか、ね、クローバーとか言ってますねとかですね、ダブリーデーと言ってるなって、それも怪しいからね、まあ大丈夫ですよなんつって、外人でも外人六本木あたりにうろうろしてる人を連れてきてくれませんか、ね、危うくね外人六本木の不良外人になるところだったんだけどエンドマも頑張ってくれて、エンドマで行きましょうとかってね、よかったですよ。はい、L と R の発音から一緒にね。本当だよ、もう。フラワーじゃねえよ、すぐ。フラワーだよ、すぐね。本当ですよ、もう。そんな宿題一緒にやったよね。本当に。その時は結構割と普段、こう、なんて言うんだろう。まあ、歌入れしてる時って、まあ、その、いわゆるプロデューサーとディレクターと、まあ、歌い手だから、まあ、そんな関係はあるんですけど、ただ、言葉でそういうやり取りをしたことがなかったから、なんかね、変な感じで、もうほんと仕事って感じで、すごく、しかも最近ほら、英語やってるでしょ、もうペラペラとかさ、もう上からこうなんか言われてる感じが、どうしよう、L っていうのはな、みたいな感じで、あるっていうのはな、本当に、だからもうちょっと英語ってこう、歌った時にスラスラ歌えるんだろうなと思ったけど、もうコテンパでした。一生懸命頑張って、なんとか CM になりましたって。でもね、その商品がね、発売してすぐにね、富士フイルムの、アスタリフトからね、
歌られちゃったんだよね。パクリやんです。まだ揉めてんだと思うんですけど。でも最近また CM 始まってこと、曲はパクってないよ。よかったです。またでも流れ始めたってことは解決したのかもしれません。そうね。どうぞ DC よろしくお願いします。本当あのお綺麗な女性がたくさんいらっしゃるので、より綺麗に染み込みますから。DC から何かもらってないよね。何もらってないです。何もらってない。大学翻訳センターとかね、本当ね DC。そうそう。翻訳会社なんですよね。もともとはね。いやそのリアクションですよ。スタジオでそれ聞いて、俺たちも。まさかね、化粧品会社だと。うん。あの DAC で、CM になってた曲を、じゃあの大塚流星が、いつも私たちもお世話になっている、ラジオひたち、FM ひたちのパーソナリティでもある、大塚流星が詩を書いてくれました。聞いてください。赤き花。I sing forever, forever
Oh, I'm the dead end.
な、そして日テレ火曜日路面電車もう泣いちゃいそうですよ、おっさんでも泣かずに頑張りました、おっさん今までこうみんなとこうなんていうんですかね、4対1になることがすごく多くて、あの意見でね、だから話をしてることが多くて、で今年の目標はあの、まあ、人の話をよく聞くということとあと、まあ、バンドで協調性を持って楽しく、もうあれですよ、ウォーターもあの95年に、まあ、俺は川田からあの誘いを受けて、まあ、その時はウォーターじゃなかったですけど、96年ウォーターになって、で2000年まで、まあ、本当4、5年ぐらいですよ、5年ぐらいやったけど、今復活してそれを超えましたからね、ね、ありがとうございますもう復活したことがないんで、まあこれ以上ね、解散解散って言ってもかっこ悪いんで、できるだけ体を数分限り続けて皆さんが聞いて、聞きたいっていう人がいる限りぜひあの続けていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それでは皆さんのご質問です。だからちょっと俺も喋ったんで、メンバー一人一人今年の抱負でも語っててもらったので、2月ですよね。じゃあ太郎ね、今日ごめんね、あの調子がちょっと急に悪くなっちゃって、フラフラしてる中で頑張ってます。だからちょっとみんな支えてあげてください。気持ちで気持ちで気持ちで、あのこんな日もあるさ。そう今年の抱負でしょ。今年の抱負は、KDさあ、こんな俺子供の頃にやったことなかったんだよね、うん、すっかりハマってしまって楽しいんだよ。いや、なかなか太郎が前に出てくるってないよね。吉田太郎、本当ね、立ってんのやったやっとなのこれ。もうごめん、そこら辺で今日ずっと寝てたから、多分太郎汁がそれになんだっけ、食当たりなの、なんだろうね、昨日のね、夜中に急に来ちゃってさ、なんか怖いね、あのなんかほら、風邪とかはさ、もう、ね、経験が多いから、そのこんなことだってわかるけど、そのちょっとなんかこうお腹に来るってやっぱびっくりするっていうかね、うん、まあ力入んないんですわ、なんもね食べれないから、こうなんかゆるゆるになっちゃってるね、体が。まあでもあの多分ね、今までのところで、あ、なんか今日調子悪いかしらって思った人は多分いないはずね、顔つきがちょっと悪いからそれは勘弁してくれいつもより笑顔が少ないかなぐらい、うん、大丈夫ですよ。まああの本当気持ちよくてあげてください、吉田太郎。で、吉田さんどうぞ、はい、こちらの方法。私は何も考えてないんですよね、うん、まあ、楽しく、健やかにね。そうだよ、健やかだよ。吉田さん、いきなり今年、去年なのあれ、今年ね、はい、いきなり入院されまして、はい、はい、あっという間に退院しました。それは何よりね、はい、でも、なんともないです、今、ね、ね、あの退院する時もお酒飲んじゃダメって言われない言われるんじゃないかなと思ったんだけど、言われないから飲んじゃった飲んじゃった。でもその再検査したら何にもなかった。大丈夫、聞いたよ、なんか、はい、これ話していいかどうか知らないけど、あの鎌田と次郎さん、あの、タコブチ高校生、ちょっと、あの、バンドの、ね、あれやってて、プロデュースで、プロデュースやってて、で、病み上がりだっつうのに、彼女たちが用意してくれたお菓子を、もう、嬉しくない嬉しくなっちゃって、あ、食べて、その辺トイレで、美味しいね、美味しいねって言って食べてて、そしたら、その、なんで、バタバタボーカルのやつがね、宮中さんが、
あのジロジロって言われてんだけど、あれトイレからうめき声が聞こえるんですか、ジロジロですかね。そうだと思う、そっとしときな。それを経て、ね、今は大丈夫です、うん、はい、ジロジロ、はい、ジロジロ。健やかに、ね、あの、ね、楽しく仕事ができればと思ってますんで、本年もよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは準備よろしいでしょうか。中川亮です。こんばんは。本当ですか。です。一応やつないな、台本通りなんですけどね。皆さんちょっとでも太りすぎて最近、今日痩せようかな。痩せる、うん、背中の骨が一個ないからじゃない。そうそうそう、その話してよ。あのね、ほんとにダメなんだよ。ダメ、話すとダメなのか、これ話すとね、良くないことが。じゃあ触りだけ、ダメだろ。ダメだろ。こん中に紛れ込んでるかもしれないから、スパイが釣れ触りで出ちゃうらしいんだよ、話すと。なんかね、うん、釣りしてたんだって前、10年ぐらい前に。俺が話していいの、それ。自分で話したら、いや、ダメ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 。よくないことで起きるって絶対相当いろんな人に話してる。みんなの秘密にしといてほしい。なんか釣りをしてたんだって、荒川の土手で。そしたら自転車に乗って帰ろうとしたんでしょ。で帰ってる途中に黄色い光に包まれたんだって。いや、これ誰もほとんど誰も信じてくれない。それは分かるけど、それで背中にね、なんか傷跡が残って、医者に見てもらったら、なんか骨が、大切なあるべき骨がないんでしょ。そうそう、だからあの、よくもう一回話すと、その自転車乗ってたら、あたりが黄色くなって、でその行為でも全然動かなくなったんですよ。で、あ、動かない動かない、ないわと思ったら、あのもうそこから意識がなくて、で気がついたらうちのベッドで寝てて、何だったんだろうな。自転車は、あ、そうで、その時自転車乗ってた自転車は、まあ、その黄色くなった場所に後で行ったらちゃんとあって、また来たかと思ったよ。でね、で、その、この話、あの、嘘だと思ってでしょ。あの、ちゃんと証拠も僕体に残ってて、それ、その後にね、背中が、なんかちょっとすごい違和感があったの。背中ちょっと腰のあたり。で、なんだろうなと思って、ちょっと、こうやって拾ってみたら、なんか今までなかった縫い傷みたいな。で、その、あの、糸で縫ってあるんじゃなくて、なんちゅうの、宇宙手術みたいな感じで、あとが、きれいな、あと、こんなのあったかなって、全く記憶なくて。でね、記憶は消されたわけでしょ、その宇宙人に。で、一応心配だったから、あのレントゲン撮ってね、あの接骨院かなんか行ったら、ちょっと腰が痛かった。そしたら、あの中川さん、あのちょっとこれ見てくださいって、これ本来人間あるべきはずの骨がここだけちょっとなくなってるんですけど、どうしましたか。取られましたね。いや、あ、その黄色い光がって言いたかったんだけど、言うとまた黄色い光が来るかなって言わなかった。今勇気を出して今日話してます。そう、だから本当は言いたくなかったの。亮が言うには、こうそれを監視してる人がいるんじゃない。この中にも言うかもしれない。夢、いや、絶対夢みたいな話なんだけど、ただね、体の一部がないんだって。で、ないのは間違いないでしょ。ないのはない。それはもう、生まれた時からないのか、その時。違う違う違う、生まれた時からは。今なんかすごい、今まで見たことない顔。生まれたこと、行政におられたことないんだけど、
違う違う真剣だ真剣、この話するときは真剣に聞きましょう。キャトルミューティレーション、そうね、なんかね、ビューティにさらわれて体の一部を取られちゃう、キャトルミューティレーション、そうだ、中心すごい、なかなかそういう経験ある人いないんじゃない。いやだから宇宙人かどうかわかんないけど、多分宇宙人、多分あの手術の後って言って宇宙人、あらたまた多いって言うよね。子供が泣くから子供泣くからほらごめんごめんごめんねそれ骨なんとかした方がいいね。あのね、不思議なことでないと本当はダメなんだけど、そのギリギリ残っ、ギリギリ、なんていうの、大丈夫な分はギリギリ残ってるみたいな。うん、なんていうの、ほんのちょっとだけ、誰も信じてない。詳しい方がいたらぜひなんかアドバイスそれでは、中川亮でした。はい、いやじゃあ締めてもらえますかね。川端雅人です。今日どうもありがとうございます。アップラスで川田雅人、アップラスで、どこで食ったのってお腹痛かったんだけど緊張したちゃんと出すのを出して、いやアルバムの話ですね。で曲を出して、歌を続けていきたいなと思います。しっかりついてきてください。よろしく。後半戦いってますか。
Thank you.
丈夫さ。
Yeah.
それじゃあ愛してるみんなに最後の最後でこの曲送ります。ラブリーデー。それじゃあ最後にこんなタイミングがあるだろう、ごめんなさい、もっと言いませんでした、失礼しました。最後の最後だと思って笑ってやってください。それじゃあまた次回も楽しみにしててください。最後の曲です、ラブリーデThank you.
介、ギター宮永次郎。絶対外では待たないよ。出てくから。